どうも、プルイです。今日はたこ焼きパーティーをしたいと思います。たこ焼き器を買ったの。あれ、バラーン、買いました。用意するのはたこ焼き器、卵、水、たこ焼き粉です。これでなんと100個分作れるみたいなんですけど、100個も食べれないので、これちょっとちっちゃめだから10個ぐらい作ろうと思います。袋を見ながら10個分の分量を頭で計算しています。水と卵をボウルに入れて混ぜます。卵を割ります。上手にできました。水を入れて混ぜます。飛びました。混ぜました。次にたこ焼き粉を入れてよりよく混ぜます。たこ焼き粉は 250g で50個なので 25g 入れます。混ぜまーす。混ぜまーす。ダマが残らないようにしっかりと混ぜます。天かすを入れます。入れました。混ぜます。油を引きます。ティッシュで油を広げます。タレを流します。ちょっと待ちます。もういいかな。ひっくり返してみます。竹串を買い忘れたので爪楊枝で慎重にひっくり返していきます。できた。予想よりだいぶ上手にできたのでご機嫌です。たこ焼き屋さんになれるかもしれない。できました。もう一発ひっくり返します。
しい。お皿にタコたちを盛り付けます。できました。間違ってさっき味の素かけちゃったんだけど、塩です。いただきます。これは成功です。いただきます。顎が、うまい。たこ焼き大好きなんです。大阪で売ったら絶対食べる塩です。絶対に塩。うまっ。ポン酢もおすすめなんで、ちょっとポン酢でも食べてみます。ポン酢の何がいいって、出来たてでも冷まして食べれる。ペタペタにつけて、はい、いただきます。うまっ。うん、でもやっぱ塩かな。うん、おい塩ちゃんとかかってなかった。ちょっと生かも、中がしかもこのたこ焼き2000円で買えたの。2000円だよ。よくない？あと4個。タレで食べようかな。便利じゃない？この位置何でも取れる。チョコレートソース。ビリン。美味しそう。はーん。うん。まあ。え、待って、ソースかもしれない、今日の気分は。てか多分味の素じゃ ないね、やっぱ塩間違えたね。最後塩。最後の一口でーす。今日は、いただきました。言ってました。ごちそうさまでした。今日は成功したので残念ではないです。皆さんも一緒に作って食べてください。この動画が面白かった人はコメント、高評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。たこ焼きに塩はとっても合うので、皆さんぜひ試しにやってみてください。バイバーイ。